マスヤマルナの地球は人わーえっ、ー、と、この地球は私の娘アイシャの新作の地球で猫の形をしています。えー、みんなが一人一人がいろんな形の地球を作るワークショップも最近始めてるよ。またやるから来てね。で、この地球は、えー、私が以前書いた自画像の地球です。 そんなわけで今日も地球の恵みを感じながら、えー、張り切っていきましょうで、これから毎日じゃなくて毎回番組のたびに紹介したいなと思っている新コーナーですわー略して地球の恵みーわーいえー、っとですね、毎回地球の、えー ありがたいえー、恵みをどうやって使うかということを紹介していきたいと思います。えー、グルメだったりとか、美容だったりとか、健康だったりとか、お得情報だったり、えー、地球の恵みをどうやって活用するかっていうことなんですけど、今日は、じゃーんこれなんだと。これはですね、 えー、米のぬかなんですね。私実はこう見えて米農家なんですけど、えー、米農家で自分で兵庫県で、えー、ちょっとだけ玄農薬、有機っぽいお米を作っています。で、そこで、あのー、もみすりをした後に、まず脱穀して、その後もみすりをするんですけど、その後、玄米の状態になったお米をさらに精米するんですよね。 で、うちは3割ぐらいだけ落として真っ白にはしないんですけど、の玄米の玄米的な部分がこうやって粉になるんですけど、えー、精米した後、かさで言うと1.5割ぐらい、あの、こんなにぬかが出るんですよ。で、このぬかを何に使うかっていうことなんですけど、昔から、あの、ぬか、えー、冷蔵庫に漬物にしたりとか、 えー、いう使い方もあるし、それ以外にどうやって使おうかなと思って調べてみました。そしたら、ぬかっていうのは、ミネラルが豊富で、えー、油分もあって、実は、美肌効果がすっごくあるんですよね。で、あのー、今日もお風呂でやってきたんですけど、お風呂で、あのー、水、お湯をちょっと溶かして、で、えー、そのまま、スクラブ的な感じにこう塗り付けます。 で、体全体に塗りつけて、で、顔にも塗って、ちょっと水やるとペースト状になるんで、パック的な感じで、まず顔にやっている間に、体にこうつけます。で、つけながら、お湯をやっていくとだんだん溶けていくので、その、スクラブがちょっと残ってるけど溶けてるぐらいな感じで、こう手でこすって、えー、マッサージもしていきます。なるべくこう、リンパの、 流れをこうやって、顔よ、無駄な肉やむくみを取れろとか、いうことを触りながらやっていくと。あと、こう、脇の下の肉が、これ本当は胸とか、こうなってほしい体の、あの、形を想像しながら、えー、丁寧にやっていきます。そうすると、自分の体のどこが凝ってるなっていうこともわかるし、そのミネラルが、えー、ぬかの場合はすごくしっ 浸透効果が高いらしくて、その、えー、潤いエキスだったりとか、その美肌エキスが直接肌に浸透します。で、なおかつその膝とか肘とか、かかととか、その角質が固まっちゃってるところあるじゃないですか。そういうものが、あの、本当に一回のぬかせっで、本当にすべすべになるので、 ぜひ、えー、やってみてください。うちの中学生の娘もやったところ、膝があいつ結構ガサガサだったんですけど、いっぺんにツルリンってなって、ママこれすごいよみたいなことになってました。で、ちなみに気をつけなければいけないポイントは、 産地です。えー、これは放射能の問題ですけど、全国どこでも農薬の問題はあると思うんですが、今、基準値以下でも、まあ、放射能の、えー、が出てるお米も売り出されてるわけなんですが、その、お米の性質として、このぬかの部分に7割ぐらいの、あの、化学物質が溜まるって言われてます。いい成分もたまる代わりに、その悪い成分も溜まりやすい。 ですので、できるだけ産地を気をつけながらやったらいいんじゃないかと思います。と言っても、ぬかなんてどこで手に入れるんだっていう問題があると思うんですけど、えー、裏技としては産地を気をつけ、なおかつその安くぬかを手に入れたい場合はですね、あの、えー、ここなら大丈夫かなと自分が思う産地のあの農協があるじゃないですか。だいたい農協の販売、えー 三直の販売スポットがあると思うんですけど、そこのスポットにだいたいコイン製米機っていうのが置いてあります。でコイン製米機があるところにはぬかあり。で、たいタダでね、配ってたりするんですよね。なので、そこからぬかを、あの、もらってきて、で、それを、あの、美容に使うっていうことができます。ちなみに美容だけじゃなくて、私はお料理にも使っています。 どういう使い方かっていうと、この粉末のまま、何、え、個、ー、なんか見かけもスープの素とか、あとだしの素っぽいじゃないですか。で、実際すごい味わいがあって、コクが出るっていう感じがするので、私はかなりの料理にこっそり入れてます。例えば唐揚げとか。 唐揚げも唐揚げこう打ち使わないので、自分ブレンドなんですけど、唐揚げの中のパウダーにして入れたりとか、あと、そのバンバンジー作るときにやったりとか、ソースに混ぜたりとか、あの、中華系の味になんか合う感じがしますね。あと、クッキーにこないだ、チョコレートクッキーに混ぜたけど、みんな、 バレずに美味しく食べてたり、えー、ちょっとした味をマイルドにもうちょっと複雑にしたいなっていう時に使うといいと思います。ぜひ活用してみてください。で、えー、今日の本題に入りたいと思います。えー、今日の本題はですね、じゃーん。PPS。PPS っていうのは大手電力会社以外の新しい電力会社のことなんですね。 えー、特定規模電気事業者といって、今日本に100社以上あります。実は、えー、2012年に固定価格買取制度が決まって、あの、電気電気の、えー、自然エネルギーの買取をスタートしたり、あの、電気事業法が改正される前は、このような新しい電力会社というのはあまりありませんでした。 というのも、皆さんもご自宅で東京電力だったり、関西電力だったり、中部電力の電気を買われている方、まだまだ、あの、ほとんどだと思うんですけど、そういうふうに私たち日本では電気は選べない。その場所に住んでたらもう、東京に住んでたらもう東京電力みたいな感じが当たり前だと思ってたんですよね。ところが、それが、えー、2016年、 来年、再来年に変わります。私たちは、その一般家庭も含めて自由に電気を買うことができる時代がもうすぐ来ます。実はもう企業や、あの、地方自治体なんかでは自由に電気を買えるんですね。で、今、皆さんもご存知の通り原発が止まってるぜっていう理由で、あの、電気代の値上げが全国的に進んでいます。 例えば、北海道電力さんは、その一般家庭向けの電力が17%、えー、値上げしていて、さらに企業向けは22.6%も値上げしてるんですね。こんなの消費税も上がって電気代も上がって、はっきり言って超大変っていう、そういう状況が、えー、起こってるんじゃないかと思います。 で、東京電力も8.46%、関西電力も7%の値上げをして、全国的に電気の値段が上がっています。で、これこのままでいいのかというと、さっきの PPS なんですけど、企業さんなんかがこの PPS に乗り換えるとすると、5%から15%も電気代が安くなります。 なんか変ですよね。最近できたばっかりの小さな会社の方がずっと独占できていた会社が作る電気よりも安い電気を提供していると。で、これは今までいかに電力会社がその営業努力をサボってきたかということだと思うんですよね。 原発を作って、高い電気を売って、そして、えぇ、ー、じゃばじゃ広告費も出して、あの、語用学者も雇って、なんていうことをしていたので、今そのツけが来て、長年の経営努力が、えー、してなかったことがバレちゃってるわけなんですね。で、私たちも、なるべく、あの、えー、PPS の電気を使ったらいいんじゃないかなと思うんですけど、 今、あの、50kW 以上の電気の契約をしている企業さん、もしくはマンションさんなんかは、もう PPS への,あの切り替えを検討して変え,えることができます。1年後、2年後には私たち一般家庭でも電気の,あの購入先を変えることができますえ。もうすぐその時間が、タイミングが来るので、それまでにえ電気の構造について少し勉強しておきたいなと思います。 で、今、あの、47都道府県中27都道府県がすでに PPS に乗り換えています。と言っても全面的に変えているわけではないので、まだ全体の10%程度しか、あの、都道府県の電力の10%ぐらいしかまだ PPS はできてないんですけれども、例えば、えー、兵庫県の場合は、昨年、 えー、この時期にですね、昨年のこの時期にコストカットをするっていうことを決めて、えー、PPS a の乗り換えをしました。というのも、あの、入札をかけたんですね。今までは、えー、兵庫県の場合は関西電力から100%県の病院だとか、えー、施設だとか、そういうところの電気を買ってたんですけども、えー、ちょっとそれを見直してみようぜよ、ということで、あの、 いろんな新しい企業も含めた営業者に、電気事業者に、えー、じゃあこの病院の電気いくらかかるとか、県庁の電気いくらでやってくれるっていうのを入札をかけました。そしたら、新しく入札をかけたところ、99.9%が関西電力よりも、えー、安い値段を示したので、PPS さんに乗り換えたっていうことです。 であのもう3年契約とか長い契約のところは関西電力のままなんですけれどもそれももうすぐ変わるという状況が来ていますで兵庫県の場合はどれだけコストカットできたかというと年間1.22億円もの電気代のコス,トカットがコストカットが実現したそうなんですね。1.2円あっったら何ができるんだよっていうことで皆さんも是非 ご自身の自治体に行って、あの、うちも PPS に乗り換えたらどうですか兵庫県の場合は1.2億円の契約ができたそうですよ。その分、あの、市民の人たちにいい政策を、あの、どんどんしてくださいっていうことを言ったらいいんじゃないかと思います。その場合ですね、どこの部署に行けばいいのかということなんですけど、じゃーん 関西課これテストに出ます。えー、課という部署が大体のあの都道府県の県庁だったり市役所にあると思います。で、そちらの担当者に直接行くと話が早いと思います。関ん課というところにぜひ行って、うちの町も、うちの市も、うちの県もちょっと PPS に乗り換えてコストカットしてくれないか ということをぜひ言ってください。その分、浮いたお金で福祉の充実だったり、あの、給食をいいものを作ってほしいとか、あと、教育費に回してほしいとか、図書館の本をもっとよくしてほしいとか、市民のためになるようなことにお金を回してくれたらいいなって、すごく思います。でですね、この PPS なんですけど、PPS の勢いが増えてる。 なんと関,西で関東のエリアではもう1割の電気が PPS なんですねで実はその、えー、関東の地域では4割が、えー、一般家庭の電力なんですけど残りの6割の企業さんがかなり PPS に乗り換えてもう全体の1割程度が PPS になっているという状況があるそうです。 この状況に、えー、焦ってるのは東京電力など大手電力会社です。今、この e n、えー、PPS の勢力図を簡単に書いてみました、えー。エネットっていうのが最大手で、だいたい5割近いパーセンテージなんですけど、これは出資がどこかというと、大阪ガス、東京ガス、NTT、えー、が出資をした企業で、公共や衆議院の 国会議事堂の電気も実はエネットが発電してるんですね。で、残りは F パワー、次が丸紅というところで、あの、追い上げが進んでます。といってもまだ全体の電気の1割ですから、これからなんですけど、今一般企業が乗り換えている中で、1年後、2年後、一般家庭も PPS の市場になるということで、今水面下でものすごい戦争が始まってます。 というのも、実は東京電力が PPS を作ったんですね。テープコカスタマーサービス。東京電力お客様カスタマーサービスみたいな名前なんですけど、これは PPS ですけれども、えー、ご注意ください。 というのも、なんで PPS に乗り換えたいかというときに、今まで原発を牛耳っていた大手電力会社の好きにさせる格好の野郎、福島のこと忘れてねえぞっていうところがあるわけじゃないですか。それなのに東京電力系の PPS に乗り換えたったらなんか元も子もない感があるので、ぜひ皆さん、企業の皆さんも、 お気をつけてくださいね。えー、ですね。この t e プコカスタマーサービスという企業は東京電力の100%子会社なんですけれども、実は今東京電力県内から初めて関西や中部地方に進出しています。で、今のところどういうところが契約先になっているかというと、山田電機。 ケイズさんなどの大手量販店、電気量販店なんですね。で、え山田電機の関西や中部の62店舗、えケイズも含めて62店舗の電気を10月から販売を始めてます。で、なんと関西電力より5%ぐらい安いよっていうことを売りにして出ています。 今まで電力会社っていうのはヤクザみたいなもので、お互いの島は荒らさないっていう、そういう契約のもと各地独占体制だったわけなんですけど、そのルールを東京電力自らが破り始めたという、まさに戦国時代の幕開けを語るような、あのー、すごい事件が実は起こってるんですね。で、さらに電力会社が PPS や小さな電力会社をいじめ始めました。何をやってるかというと、これ大問題なんですね。というのも、えこ、ー、との発端は今年の8月、九州電力が言った一言でした。えー、九州は今自然エネルギーが、あの、伸びが盛んですけれども、えー、太陽光発電の買い取りちょっと、ちょっと考えさせてくれるかなって。 それね、本当はすっごくおかしくて、というのも、2012年の7月に、電気料金の、えー、自然エネルギー、再生エネルギーで作った電気をなるべく伸ばしていくために、固定の価格でずっと買い取りますよっていう約束を、あの、法制度も整えて、国が主導して進めたんですね。で、なので電力会社は、えー、電気を、 あの、市民や小さな電力会社が作ったものを買わなければいけないという義務が、この値段で買わなければいけないという義務があるはずなのに、それ義務をちょっと通り越して、ごめんちょっと、予想以上に増えちゃったから、ちょっと数ヶ月待ってくれるかなっていうことが起こってます。そしたら、九州電力だけじゃなくて、 北海道、東京、関西、四国、沖縄電力も、あ、ごめん、ちょっとうちも、えー、太陽光発電増えすぎたから、ちょっと買うのをやめさせてもらおうかな、っていうことになってます。ルール違反ですよね。で、これはどうしてか、ということなんですけど、電力会社側の言い訳は、あの、もうすでに、 えー、太陽光があのすごく増えすぎてしまってでこのまま太陽光や風力を、えー、買い取るという約束をし続けると、えー、今まである送電網の遅れる量のマックスを超えてしまうので、えー、壊れちゃうよちょっとキャパオーバーですということなんですねでもこれにはおかしなところがいくつかありますというのも えこれは NPO 法人九州自然エネルギー推進ネットワークの小坂正,正則さんに電話でインタビューした時に教えていただいたことなんですけどまずあの今年の3月には7万件の太陽光発電の契約が九州電力に来てるわけなんですよ3月にはもうそういう事業をしたいという申請があったそれなのにすぐ えちょっと無理だよって言うならまだしも。4、5、6、7、8と半年経ってからごめん無理っていうことを言い始めてると。それってすっ ごく失礼ですよね。皆さんも事業家の方は、あの、もちろんわかると思うんですけど、新しい事業を始めるのに、えー、そのための投資だったり、プレゼンだったり、えー、周りの説得だったり、様々な資金的、時間的、人的ネットワークを使って準備を整えるわけじゃないですか。6ヶ月の準備をおじゃんにするような形で半年経ってやっぱ無理って。それ社会人の取る行動じゃないなと。 すでに分かってたのになぜ半年間黙っていたのかとそれは、えー、自然エネルギーの価格があの設置コストがどんどん安くなって原発よりも安いという当たり前の嘘がバレてしまうのが怖いんじゃないかということを小坂さんおっしゃってましたこの、えー、2年間で、えー、自然エネルギーがなんと原発のねじゃ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 ーん 8基分、9基分ほどの自然エネルギーが日本で生まれていて、そのほとんどが今のところ太陽光発電なんですね。で、そういうふうにどん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 メガソーラーができる中で、建設コストが約半分に下がって、今、1000キロワットが25万円で建設できる時代になったんですね。 これはまだまだ国際価格には、えー、比べると低いんですけれども今までの日本に比べるとすごく安くできるようになったアメリカでは 1kW15 円で太陽光が15円でできて15円で買い取りで原発も15円ということでほとんど同じ価格なんですけど日本もどんどん自然エネルギーのコストが下がってきてるこれ以上進めたらうちら負けちゃうじゃんという いじめだったんじゃないかと小坂さんおっしゃってました。また WWF さんが調べていったリサーチでは、あの実際そのアメダスのデータとか、どのぐらいいつ風と太陽があるのかっていうデータを調べると、今ある送電網でも決してパンクするわけではないという調査もあります。 というわけで、自然エネルギーいじめみたいなことが起こってるんですけど、これは絶対に、えー、負けちゃならないなと思うんですね。こういう背景をどんどん市民も学んで、企業の方も今すぐ、あのー、もう乗り換えちゃって、で、市民の人たちは2年後のためにいろんな、どんな企業があるのかとか、電気どこから買おうかなっていうことをリサーチして、え望、ー、みたいなと思います。ぜひ、関西家に行ってください。 今、総選挙でバタバタしてますけど、実際になんで今総選挙って、来年度の予算を、えー、ギリギリ、あのー、動かせないのが今だっていうことを、安倍さんも言ってましたけど、まさに今、関西かに行って、来年度の電気代を PPS にしてということを、全国の皆さん訴えてください。そうやってデモもやる、選挙もやる、でも、 普通の日常で起こっている電気の問題も、えー、じわじわ変えていくという感じで、いい世の中にしていきましょう。えー、お知らせです。今週の日曜日、イベントが2つあります。1つは、じゃーん、えー、りしねさん、在特会を訴えているリーシネさんのお話をお聞きします。私が聞き役です。 こんな質問してほしいという意見があったら、ぜひ教えてください。日曜日、こんなイベントがあります。元自衛官の池田よりまささんのドキュメンタリー、えー、今作っていたんですけれども、その発表会が、えー、大阪の討論バー、ズンであります。ぜひいらしてください。えー、相方のしばれも一緒にトークをすることになっています。また、 12月6日は、えー京都、京都でママの約束の上映会があります。えー、12月19日は大阪十0層のシアターセブンさんで、えー、2つの短編の映画の紹介とトークをやります。開くアート、えー、インドで福島の子供たちと一緒に交流をしてきたアートの軌跡。 児童、えー、労働の子供たち、被災した子供たちの心の傷がアートによって癒されていくということが、えー、あの、まとめました。で、もう一つ、地獄の天使。これは、ジョン・デバラジさんというアーティストの作品なんですけれども、児童労働の問題をずっと訴えている方で、えー、3万人の人たちが、あの、インドで、インドの、えー、じ、 もう一つ、12月19日、シアターセブンさんで、えー、2つの短編の映画を上映しながら、トークイベントを企画しています。一つは、去年の12月、今年の8月、インドに行って、えー、子供たちとの交流をしてきたんですけども、アートによってどんな交流をしてきたのか、アートが心を開いていく様を見せます。えー、もう一つは、地獄の天使という、 あの、ジョン・デバラジさんというインドのアーティストの作品で、トイレ掃除を素手で、素潜りでやっているダリットというカースト制度にも入ることができないと言われている、えー、差別されている人たちの、えー、物語です。実話を元にした物語で、階級を超えた恋の物語も出てきたりします。 で、インドと日本で貧困をアートでぶっ飛ばせということで、えー、イベントを企画してますので、ぜひ、いらしてください。栗原ジョーさんに <laughs> 音楽を作ってもらいました。ジョーさん、ありがとうで、これは、we will never give up! えー、くじけねえぞ っていう歌なんですけど、すごい元気が出る歌で、エンディングはこちらを聞こうと思います。ジョーさんありがとうございます。じゃあこれからも皆さん繋がっていきましょう。バイバイ。 マラミルミライモミナノエガオモラセロヨワリダイオニカゼワグライはゼデルクリルタカルテマンジ